よ。炭治郎と結婚し、子供が生まれた。初めて子供ができて、とても嬉しかった。けど、こんなにも赤ちゃんのお世話が大変だったなんて。特に授乳。ただあげればいいだけだと思っていたけれど、それだけのことがこんなにも難しいとは。私、ちゃんとお母さんになれてるのかな。そうだ、授乳のトラブルならあの二人に聞けばいいんだ。私よりも3ヶ月も前に赤ちゃんを産んだ二人ならもう授乳にも慣れてるはず。あの、しのぶ姉さん、かなえ姉さん。あら、かなお、どうしましたか？久しぶりね。あの、相談があって。ふふ、そろそろ来る頃かと思っていましたよ。ね、姉さん。そうね、きっと授乳の相談でしょ。え、なんでわかったんです？実はその通りで。わかりますよ、私たちもこの道を通ってきたばかりですから。3ヶ月前にね。そうなんだ、やっぱりみんな授乳トラブルはあるんだ。で、カナオはどんなトラブルですか？あの、赤ちゃんが全然飲んでくれないんです。ふむふむ。いっぱい泣いてるし、そろそろあげる時間だからあげようとはするんですけど、胸を近づけても顔を背けちゃって。じゃあおむつかなと思って胸をしまうと、もっと大泣きしたり、もう訳が分からなくて。ありますね。あるわよね。そうなんですか？なんかもう泣き声ばかり聞きすぎて、こっちまで泣きたくなってきて。ダメですよ、カナオ。こちらが負けたら終わりです。どうよ、気を強く持って。赤ちゃんは言葉が話せないんだから、私たちが頑張らないと。そうですよね。いいですか、カナオ。まずミルクというのは思うように出るものじゃないんです。どういうことですか？カナオのように新米のお母さんはまだ授乳に慣れていませんから、胸の準備が整っていないんです。胸の準備？乳腺がうまく働いていないんですよ。乳腺。ミルクが通ってくるところね。なるほど。そこがうまく働かないと、ミルクがスムーズに赤ちゃんの口まで運ばれません。そのため、赤ちゃんが頑張って飲もうとしても全然出ていないということがよくあります。そうだったんだ。あ、そういえばよく加えたのにすぐ話しちゃうことがあって。ちゃんと出ていなかったのかもしれないわね。じゃあどうすればいいんですか？赤ちゃんにあげる前に自分でよくマッサージをしてあげてください。マッサージですか？はい、柔らかくほぐすことでミルクが出やすくなりますよ。そうだったんだ。試しにやってみてください。赤ちゃん泣き止むかもしれませんよ。はい、やってみます。しのぶ姉さん、かなえ姉さん、赤ちゃんちゃんと飲んでくれました。泣き止みましたよ。そうですか、それは良かったです。本当助かりました。私たちも最初の頃は全く飲んでくれなかったりして、たくさん調べたり先輩ママにお話を聞いたりしたわ。へえ。お母さんコミュニティって結構大事だから。謎の連帯感ありますよね。私なんておむつの替え方も赤ちゃんの抱き方もわからなくて、看護師さんにたくさん聞きましたよ。みつりちゃんはお子さん二人いるものね。さすが熟練ママですね。あの、
この機会に他の悩みも聞いてほしいんですけど。あら、もちろんいいわよ。先輩が教えてあげましょう。先輩といっても3ヶ月だけだけどね。赤ちゃんを授乳している間、腕ってどうしてますか？片腕で支えているとどうしても痛くなってしまって。ああ、あれは永遠の悩みですね。ちょっとぐらい姿勢を崩してもいいんでしょうか？それはダメよ。え？人によるけど、姿勢が悪いと母乳の流れが悪くなるらしいの。そうなんですか。だから授乳のたびに腕を入れ替えたり、あとは授乳以外で抱っこするときはパパにしてもらうとか、そういう工夫が必要よね。炭治郎くんはどうなんです？赤ちゃんのお世話積極的にしてくれますか？お父さんによっては赤ちゃんの相手が苦手な人もいるものね。炭治郎はよくやってくれてますよ。もともと幼い兄弟がいたので、お世話もしてたみたいで。私よりも扱いが上手で、たまにショックを受けるくらい。ふふ、想像ができますね。それに炭治郎は赤ちゃんの相手だけじゃなくて、私のお世話もしてくれます。カナオのお世話？まさか、かまど家は、カナオが炭治郎くんを尻に敷いてるの？違いますよ。やっぱり授乳してると肩が凝るので、肩のマッサージとかしてくれます。ああ、そういうね。それなら、うちの旦那もやってくれるわよ。あら、篠津川さんが？ええ、あの人、赤ちゃんを目の前にすると、ちょっとオロオロするけど、私が疲れた顔を見せると、すぐに休ませてくれるの。素敵ですね。忍のところはどう？富岡さんも赤ちゃんのお世話とか苦手そうだけど、あれに関しては、その通りですね。私がやっと寝かしつけたと思ったら、足の小指を棚にぶつけて、大きな音を出して起こしちゃったり。あらら。それは、富岡さんの足の心配もしてあげてください。まあ、ドジっ子の富岡さんですけど、頑張ってお世話しようっていう気持ちは伝わってますから、とてもありがたいですね。ふふ、私たちって本当、いい人と結婚したわよね。そうですね。あ、また赤ちゃんが泣いてる。よし、今度は先に入念にマッサージをしてから、授乳してきますね。あ、カナオ、ちょっと待って。何ですか？ほぐすのは確かに大事なんだけどね。母乳の通りが良くなると逆に出過ぎちゃうことがあるの。だから最初から加えさせるんじゃなくて、一度どこかに出して流れを確認した方がいいわよ。そうなんですか？あまりに勢いが良すぎると赤ちゃんが窒息したりしますからね。窒息するんですか？そうですよ。これは結構ありがちです。授乳の後は必ずゲップをさせてあげてください。背中を優しく叩いたりしてね。なるほど。あと、流れがいい時に赤ちゃんが急に離れたりしたら、大変ですよ。何がです？勢いのままに出ちゃうんですよ。母乳がね。何度ベタベタになったことか。まあ、それも経験だから、一度ぐらいやってみてもいいかもね。いえ、その経験はできればしたくないので、気をつけますね。外とかで授乳するときは、授乳パッドを持ち歩くのも、忘れずにね。授乳パッド？胸に当てるパッドよ。赤ちゃんに飲ませていなくても、たまに出ちゃうことがあるからね。服がベタベタにならないように、胸に当てておくの。授乳中ママの必需品よ。わかりました。とまあ、このぐらいですかね。そうね。私たちもまだ、
授乳し始めて3ヶ月だし。実際はわからないことだらけですよね。トラブルもたくさんあるし。聞いてよ、この前なんてね。あまりに泣くからお腹空いたのかなって思って授乳しようとしたんだけど、全然泣き止まないし、胸に顔を近づけようともしなくて、一旦サネミさんに抱っこしてもらったら、タネミさんの胸に顔をすり寄せたのよ。それは品津川さんの胸筋に負けたんですね。自分の子供ながら失礼な子だと思ったわ。まあ姉さんはそのあまりないものね。何かとは聞かないけど、絶対に失礼なこと言ったでしょう。いいえ、何も。私はその心配はなさそうですね。炭治郎の胸筋よりはあるので。ちょっとかなお、それはどういう意味かしら。ほら、姉さんの胸に問題があったんじゃなくて、品津川さんの胸筋がすごすぎたんじゃないですか。そうよね、そういうことよね。そういうことにしておきましょう。後が怖いので。授乳期間を終えてもきっと子育ては大変なことばかりでしょうけど、3人で乗り越えましょうね。そうね。このまま行けばみんな同級生になるわけですし、一緒に入学式に行くの楽しみね。もう何年先の話をしてるんですか。いいじゃない、想像する分には。そうですね。最後までご視聴してくださったのですね。嬉しいです。よかったらコメントやいいねもしていってくださいね。チャンネル登録もしてくださるのですか。あらあら、これならまたあなたといつでも会えますね。次の動画もよろしくお願いします。それまでどうかお元気で。